カルテットさんのさ笑い声出るといいよね、なんか嬉しくなる。やば、濃いかこれ。言ってること乙女なんだけど。ちょっとなんか危ないな。なんか普段あんまり笑わない、まあ笑わないことないけど、なんだろう、あの地雷ちゃんもさちょっといつもの笑いと、あの死んじゃいますよっていう笑いがたまにありまして、あるんですけど、カルテットさんも結構なんかこうはっきりと出るんですよね、この普段出さない笑いですよみたいな笑いが、あの呼吸ができないよ、息してよみたいなこう笑いが出る時がねたまにあるんですけど、そういう笑い見れる時はすごいなんか嬉しいなと思う、まあ、みんなそうだけど、イチャツさんとかメンバーの人みんなそうだけど、たまになんか、でもなんかそれがカルテットさんは割とこう分かりやすくこう分かれているというか、なのでなんかいいよね、こうそういう笑いが聞けると嬉しいなって思いますよね、じゃちゃんだけ。じゃちゃんは思います。みんなはあんまり分かんないかな、でもみんなもそうだよね多分きっと。イチャシさんのハードルは低いよ。失礼ねえ、失礼ですけど、ちょっと地雷ちゃんもかなりゲラーなんですけど、イチャシさんもなかなか負けずとゲラというか結構ツボが浅めなので、というかね、なんだ優しいのかな、何でもこう笑ってくれる。じゃあじゃあそういうイチャシさんのそういうところが結構実は好きなんですけど、何でも話聞いてくれるし、話広げてくれるし、すごいなんか見習いたいなと思いつつも、なかなか難しい、やろうと思ってできることじゃないんですけど、すごいいいなと思っててね、そうやっぱそれぞれねありますからね、まあだからそれぞれそのやっぱ性格とかね、こうスタイルが違う人がなかなかこうね、みんなこうテンション上がるようなねゲームとかってね、なかなか見つけるのって難しいんですけど、この間の竹馬のゲームは割とみんな楽しんで、全員楽しんでこう好きなやつ、みんなが好きなねやつだったかなと思うので、やれてよかったですね。